のびのびクリニックお次の方どうぞはいのびのびクリニックのお時間です今週もあなたの明るいエッチな悩みにお答えしますえ私はナースの原田信子ですよろしくお願いしますそして悩みに答えてくれる先生をご紹介します久米村直子先生ですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします そしてナースのかずらぼんぽこちゃんですはいさくらんぼもケリーボーイも大好きかずらぼんぽこですナースをしながら落語化をしているぼんぽこちゃんですよろしくお願いしますお願いしますさあ今日のお悩みは、はい、パン屋の地面でムラつく <laughs> という <laughs> <で> <laughs> えペンネームの方でございます、はい <laughs> はい 30代のの女性からのお悩みでございます。一人エッチをしすぎて最近男性の勃起反応のようにムラムラしたらあそこがジンジンするようになりました」「これは男性化しているのでしょうか?」 一人エッチ歴二十四年目で男性経験はありません。もう一人エッチは控えた方がいいのでしょうか。三十代の方ですね。一、はいうん、人エッチ歴二十四年。六 <laughs> 歳から。大 <laughs> ベテラン。三十代ですからね。はい。 もう10歳くらいからそんなに早く,、ね、に早くもっと早く、ね、て30代ですから30代の後半じゃないですかね、うん、あ30代後半、ね、3> 多分93ぐらいからでももう幼稚園ぐらいからそういう目覚めはあるらしいですよえー、あ早い人は、ねあはい、いますよね本当ですか、はい、はあえっと「ムラムラしたらムラムラしたらあそこがジンジンするようになる」という「ムラムラジンジン。 一人エッチっていうのはたくさんあるんですけど、はい、男性経験がないということですね,ねこれはどうしたですかどうして男性とそういう経験がないんですかいやそういうご縁がねね、そういうことですねご縁がないご縁もないし <laughs> あ、でもこういう方意外といるかもわからないですねございます

いや人には見せられないとこですお尻のとこにペタッとシールを貼っていいですねそれねムラムラしたらするんですか私はムラムラしたらジンジンじゃないんです何ですムラムラチン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 ですかムラムラしたら疼くんですうずくん なん,かなんかすごく控えめなようで言う時はずばっと言いますね <laughs> すいませんポんポコちゃんは一、はい、人地歴は私は今16年17年目に入りましたお<ー>明確なんですねはい25歳で離婚したので、はい、その離婚してすぐからだったので、はい、すごい覚えてます<ー>メモしてますよえ そそのの時時かかからら始めたんです結構遅いですね。もうそ,うそれまではその自分でやるっていう発想がなかったので<ー>でもちょっと離婚して寂しすぎて、はい、いろんな男の人に電話してたら、はい、ちょっともう相手はできないけど、はい、そういう時は一人でやったらいいってやり方を教えてくれて、はい、やってからはまりまして。<laughs> <laughs> <laughs> あその男性に、はい 仕方を教えてもらったんですか。かもうちょっと他力本願だったので、はい、なんか人の下半身借りないといけなかったんですけど。はい、でも教えてもらってからは自分でセルフでいけるようになったんです。のむこさんは。え、のむこさんは。私はですね。えー、っと、まだです。<まだ> <laughs> じゃあ私の方が先輩ですね。女としてはまだです。<laughs> 女としてはね、まだあるんですけども、うん、ま男の人とねあのずっと付き合ってますからですか一人でする時間がもったいなくてお幸せ,お幸せ <laughs> これどうなんですか最初は。うんうん うんあでもこの人はもうそろそろ卒業したいという感じですかね。あでも男性とする気持ち強さと一人でする気持ち強さってまた全然別物ですよね。そうなんですか。別物です。ええ永子先生どうですか。別物ですか。全く別物だと思います。結構結構最近始めたんですけどハマってるんですね。 ないんですよ。だからどんな時にそう？そんな風になるんですか？<laughs> え、あの勉強のために、このこの診療時間の勉強のために深夜に r15 を見るようになってからですねえ。r15 を見てるんですか、はい、？r15 を見てるとなんかムラムラしてくるんですか？はい、なんかそう。もう慣れてきましたけど、だいぶ、えー、例えばどんなお話があるんですか？ いろいろあります。前にもお話ししましたけど、都会の女の子が農家に嫁ぐとかね。農家に嫁い,嫁いで、どうなるんですか、はい。農家に嫁いで、その上で、ご主人と。その。励まれ、試合をファイトされてる時に。<laughs> はい、下に、あの義理のお父様がいらっしゃって。はあ、で、次の日の朝に。はい、いや、尚子さんは声がでかいなーって言われる。辛いな、それ。<laughs> 恥ずかしそうに、<laughs> 恥ずかしそうに、え,えそんなことしてませんとかっていういやもうそれはもうなんかえって言いながら茶碗とか洗ってると、うん、お父さんがあのみかんとか剥きながらエロい目で見るっていうね、や <laughs> そういう, <laughs> そ,う,いうそういう内容でした。それ R15 ですか。1あの深夜に本当は R18 ぐらいを。 地上波の有料、地上波じゃない、有料チャンネルの深夜に放送できるように再編集して R 十五になって、めち <laughs>、えー、<laughs> ゃくちゃ詳しいですね。もうすごい詳しすぎて <laughs> あ。結構ハマってるんですね。いやもうなんかもうみ、もうこうまた見たやつだわその時間まで何してるんですか。見てあの録画して改めて見るんですよ。<laughs> はい。 それであれですか、だんだんムラムラしてる、する時があって、で、一人エッチするんですか最近はムラムラしないですね。もう見た、もう見たっていうのばっかりで。ストーリーも何もかも分からない。ストーリーがやっぱりないとね。あ、まあね、女性は。そうですよね。でも見たものって、見たのはね、なかなかそういうのはね、興奮しないですよね。最近はムラムラせずに、なんかこう、ボディばかり見てしまいますね。ボディばかりはい。 この人ちょっと大きすぎて倒れてるねとかね。でボディでどこ見てるんですか?。いや、バスト。とあ、バスト。あ、女性の。はい。あ、男性の。男性の。モザイク。モザイク。モザイク。ああ、あ、モザイクで。はい。へで女性の。あ、体、あ、この人のバストは。あ。この人には勝ったなとかって言って。ありますも。大体勝ってますけど。 <laughs> 大体勝ってる。ステキ大体圧勝です私。素敵。すごいですね。えすごくいすごいどんちょっと脱げよな。機会機会があれば。今野村さん,入っ,ん入ってきました。入ってきました。入ってきました。野村さん勝手に入ってきたのは困るですよもう。 <laughs> このでもどうせ絶対いいと思うんですよ続けてた方が、うん、結構やっぱ男性の中にはすっごい失礼なんですけど、うん、濡らすのが下手くそな人っているじゃないですか、うん、えっもう入れんですかっていうようなでもそういう人に当たったとしてもこのねっこの方だったらもう。 常に大丈夫な状態なんで<ー>男性にとったらものすごくいい女性だと思うので全然何の問題もないですこのままで<ー>どんどんやるべきだしどんどんやるべきだしどんどんやるべきなんですって。ということで、はいえー、今日は、えー、パン屋の地面でむらつく <laughs> 30歳の女性からいただきました。<laughs> <laughs> はい、来週もあなたの明かり、エッチの悩みをお寄せください。のびのびクリニックのコーナーでした。